皆さんこんにちは、まいです。今日の動画はじゃーん。ビッググロイからね、新色のラベンダーがね出たので、早速紹介していきたいと思います。まずね、始める前に私の瞳の色は焦げ茶色になってます。新色のラベンダーを紹介したいと思います。色が可愛くない？これもね、着色直径が 13.6mm です。パッケージが可愛いよね。こんな感じです。見て、色もちゃんと、わー、ラベンダーの色になってる。ビッググロイのこのパケが私は大好きなんですよね。こういう風にオーロラ加工されててめちゃめちゃ可愛いの。このラベンダーの色がめちゃめちゃ可愛い。こっちだけつけてみました。こんな感じです。両方ともつけました。こんな感じです。ちょっとね、みんなと一緒に反応見たくて、鏡とか見てないんですけど、マジでラベンダーなんだけど。なんかね、こうやってパッと見そんなに色の発色が濃くないかなって思ったんですよ。結構薄めのラベンダーカラーかなって思ったんですけど、そんなことないわ。こうやって見ると半分下がラベンダーで上がグレーっぽい感じがするんですけど、なんかこうやって見ると3分の2ぐらいまでラベンダーの色があって、なんか黒い部分はちょっとしかないみたいですね。で、相変わらず縁は結構しっかりあります。興奮しちゃってすっごいカメラに近づいちゃったけど、もっと遠いところでね見るとこんな感じ。わかんないかも。この色が可愛いですね。ラベンダーカラーをチョイスするっていうのもなんかなかなか面白いというか、今日ちょっとピンク系のメイクにしてるので、ラベンダーカラーのねカラコンをつけても違和感ないし、言うならマッチしてる方かなと思います。あとこのラベンダーカラーはね、黒髪だったりとか髪がね暗い方にすごく映えるというか、めちゃくちゃ似合う気がする。逆に透明感がアップしてるような気がします。使いにくい色かなと思ったんですけど、全くそんなことなかった。すごい、この周りの縁と、あとこの上の部分の色が黒だから、それのおかげでねすごい馴染んでる気がします。このねラベンダーのカラーは透明感をアップさせたい方だったり、あとはピンク系のメイクをねよくしてる方、あとは髪が黒だったり、あとブルベの方とかにねすごくいいんじゃないかなと思います。最初はね使いにくいカラーかなと思ったんですけど、そんなこともないし、結構黒髪と馴染んでるので、よかったらね試してみてください。次はビッググロイのモカブラウンになります。これもね、着色直径が 13.6mm です。パッケージはこんな感じです。こっちだけつけてみました。こんな感じです。両方つけました。こんな感じです。下の方にね、ブラウンのカラーを合わせてます。これもね、こう下半分がモカブラウンで、上がブラックだかライトグレーだかの色になってます。この下半分の色はモカブラウンって書いてあるんですけど、まあ私的にはブラッドオレンジとかこれ辺に近い色かなと思います。結構縁が大きいけど、なんかそんなケバケバしい感じもないし、なんか逆に若返ったというか、そんな感じがします。こういう縁が太いチュルンとしたカラコンは、まあ、韓国アイドルが使ってるっていうよりかは、韓国女子だったりとか韓国のこの学生さんがつけてるイメージが私は強いかなと思います。なんかこの目元だけがすごいキュルキュルして見えるというか、めちゃめちゃ可愛い顔が。このカラコンはハイライトが揃ってなくても気にならないカラコンだと思います。そんなにハイライトの色が明るいわけじゃないので、こういうカラコンつけたいけど気になっちゃってつけれないっていう方はすごくおすすめだと思います。このブラウンをつけて思ったのが、こっちのグレーの方がなんかよりチュルチュル感とか強いかなと思います。こっちは
そんなにチュルチュル感がないというか、なんかこれと比べるとナチュラルな気がしますね。キュルンとした瞳が欲しい方はこっちのグレーの方がいいんじゃないかなと思います。ビッググローイグレーをつけていきたいと思います。パッケージはこんな感じです。このカラコンの着色直径は 13.6mm になります。こんな感じでこっちにだけつけてみました。両方つけました。こんな感じです。着色直径が 13.6mm なので結構黒目がすごく大きく見えます。このカラコンのイメージがやっぱり太縁なので結構可愛くなるんじゃないかなと思って、ちょっとまあそれに寄せたメイクにしてみました。このカラコンをつけると本当に一気に韓国っぽい感じ、あんまりわかんないかもしれないんですけど、このカラコンはね、半分上がちょっと明るいグレーで下がちょっと黒に近いカラーをしてて、ハイライトの部分とかの主張も激しくないので、ずれても違和感なくつけられるかなと思います。この太い縁がね、すごく可愛さを強調させてるなと思います。私の顔はもう可愛い系の顔ではないんですけど、それでもこのカラコンをつけると結構幼く見えたり、可愛い系の顔になれるので、こういうカラコンが好きな人にはすごくおすすめです。韓国風メイクをしたい方はもうこのカラコンは必須なんじゃないかなと思います。こんな感じでね、今回3色と新色のラベンダーを紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方もお願いします。